今日は、約束していた、ゲームアプリドゥームズデイで1位を取ったらという、ね、公約を3つしていたんですけど、その最後の、カラオケ配信を今日はやりたいと思います。イエーイ。そう、かわいい洋服でしょ。これはですね、の方にいただいたんですけど今日は上下ともちょっとファンの方にいただいて、でそれをちょっとフルで着てて、で皆さんに一つ謝らないといけないことがあって、あのね、そう、あのセンスいいんですよ、私のファンの方は。外国人ってファンの方にもらった服しか着ないの。いや、そんなことはないんですけどね。そう、謝らないといけないことが一つあって、キャサリンのお洋服をね、ちょっと袋、丸ごとね、袋をちょっと忘れてきちゃいました。すいません。持ってきた、手に持ってったつもりなんですけど、丸ごと置いてきちゃった。ごめんなさい。なので、今日はキャサリンなしです。すいません、カラオケ配信で許してくださいなので、今日キャサリンになる予定はありません。また明日はしません。来年またちょっと気が抜いたらします。いや、嬉しくはないですよ。やっぱ忘れ物したからね。計画的じゃないよ。ちゃんとちゃんとなる予定はあったんですよ。だから袋に入れてたんです。でも丸ごと忘れちゃってすいませんでした。本当に。多分ね、心の奥底でやりたくなかったんだと思います。まあ気が向いたらまた飾りになりたいと思います。ところで、声大丈夫ですか？なんか普通にマイク通じて話してるんですけど、なんか今日のこの借りた部屋がね、めっちゃね、可愛いんですよ。ピンクと黒と水玉で、マイクがピンクなんですよ。めっちゃ可愛くて、で、ちょっとまだ入ったばっかりで調整できてないので調整します、いろいろ。エコーが結構かかってる感じがするね。ちなみにまだ鼻声がそんな治ってないので、なんか歌いづらい時あるかもしれないので、それは温かい目で見守ってもらえると嬉しいです。温かい耳で聞いてください。マイクエコーがこれがゼロ、あ、これゼロです、これゼロ。ちょっとエコーレベル9 10 11 12 13 14 14ぐらいがちょうどいいかな。15 14 13 10 10とかにしてみようかな。11 11 11、歌いやすいのは12 12とか13。あ
13とかかなと思います。13かな。じゃあこの辺にしときます。はい、自分のお好みで。ありがとうございます。歌いやすいのが一番。そうだねありがとう、優しい。じゃあこのぐらいでいきたいと思います。でマイクの音量が今大きすぎず小さすぎず、でも結構大きい方かなと思うんだけど、どうなんかこの調整でもう30分ぐらい使いそう。ミュージック、なんかちょっと試しに1曲入れてみようかな。聞きやすい？こんばんは。じゃあ STA の曲をまず歌ってみよう。それでまあいい感じに調整できたらそのままでどんどん歌っていこうかな。そうしましょう。こんばんは。あ、君は何を後悔するのかが入ってる。10枚目で、早速10枚目を歌って見てちょっと調子をつかんでみますねI'm not afraid to die.
どうですか？聞こえる？あ、5カロリー消費したはい、ちょっと調整ができたので、いい感じっていうコメントをいただいたので、他にも曲を歌っていこうと思いますちなみにね、見て、もうめっちゃピンク尽くしなんですよ、ピンクの飲み物これピーピーチ、ピーチの飲み物。え、じゃあ最近歌ってなかったので独り言で語るくらいなら歌います。最近踊ってないので、窓の向こうには天然
じゃあ次も STU の曲にしよっかな。じゃあ花だれでやったことないのでこの歌歌ってみたい、やってみたいです。ありがとうございます。
ろみちこっこさんの誰かといたいでした。あーみちさんも卒業されるからもう誰もいなくなっちゃうのが受け止められません。悲しいですね。3月31日でしたよね、卒業コンサート。それまで毎日みちさんに歌ってもらおうかなあと残りわずかなので今日もお願いしますって言ってやばい。じゃあ一旦次の曲で STU は一旦 STU コーナー終了
ありがとうございます。息をする心聞いていただきました。改めて聞くといい曲ですね。いい歌です。2023年の曲って思えない。今年の曲と思えない。もう懐かしいです。まだアンピーもリンコもイメリンさんもいて、まだ卒業してなくて、ちょっとなんか信じられないなんかまた今回の君は何を後悔するのかからまたメンバーが変わったりするって、どんどん変わっていくって考えたら切ない、悲しいけど、悲しいで終わらないちょっとこのまま悲しいままで終わらせちゃいけないので、次の曲に行きたいと思います。じゃあイコールラブさん歌う。この前一回歌ったんだけど、thank you.
ーが高いすごいキーが高くて途中でってなった。ライオンキングになった。あ、っていうことはイコールラブさんってことはあれじゃないですか、あれが歌えるじゃないですか。
ギフトありがとうございます。じゃあこのまま私の好きなマホロマスタリスクをね、ちょっといつも通り歌いたいと思います。ちょっとイコールラブさんの次はやっぱりマイミーさんを歌いたくなりますね。ぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星、それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり、夜を照らす見つめているだけ、それだけでいい。それなのに感情は秋を急ぐ。そうだ、この恋は滅ばすたりつく。手のひらサイズの小さな恋、ずっと遠くに感じる君の笑顔。このまま動かなくていい。流れ星が君を奪う。Thank you.
指原さんプロデュース系アイドルさんたちうまく言えない、イコールラブさんとノットイコールミーさんを歌いました。でニアジョイさんもね、ニアジョイさんも歌いたいんですけど、まだ歌えるまで達してないので聴いてるんですけど、歌えるまで達してないので、また歌えるようになったら歌いたいと思います。入ってるのかな、あ、入ってました。あ、超孤独ライオンが入ってる。はい、つくばでこっちにいる君はトゥ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 、自分で掴んだロリーは気持ちのいいものでしょう。何も共感さし立てない超孤独ライオン、結果は君だけで決めて、暴れは君必ず鍵引きも強がりも好きにすればいいよ。かっこよすぎだてば勝者は君。
人の名言に感動してたって 何も変わらないんだよ。そこで何してるの？頂上で待っとうよみたいな感じですよね、セリフ。邪魔っちゃけど、邪魔っちゃけどめっちゃ好きですよ。邪魔っちゃけど、じゃあ次は AKB さん歌おう。じゃあこの間ゆみりんさんの卒業公演で聴いたので歌いたくなりました。
イエーイ。じゃあ、AKB さん続きでいきます。でもでもの涙、もう一人欲しいですね、確かに。を変える。イエーイ。今日はですね、黒のトップスなんですけど、スカートがめちゃくちゃ可愛いんですよ。いただいたものなんですけども、ほっほっの歌いたい曲を歌ったんですけど、1時間経ちました。今ね、何曲歌ったっけ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1、2、3、4、5、6、7、8とかかな。8曲ぐらいですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、10曲も歌ってました。はい、楽しい時間はあっという間で、次が最後から、最後から8番目の曲です。全然季節違うけど、今研究生が頑張ってるから、私も。I'm not afraid to die.
じゃあ、いい歌だよね、ひまわり。途中共演でした。じゃあ、私がやったことあるユニットしたいです。正しい君、正しいこと。
するのもいいけれど恋もいつかは冷めるものさ。何をするのでしょうまだ自分じゃなくなるね。偉くなってどうするの、お金持ってどうするの、俺たちは笑って死んでゆこう。 Hey!
自然と私はキャンディー、変より長く続くように。ああ、セカワさんは歌えないんですよ。お一人様テーマが、おー、ワルキーささめゆき、強がるつぼみ、ささめゆきリグレット、お、2個目、この涙を消えるのがいい、
決勝アイドルなんかじゃなかったな、チューしようぜ。渋谷からパゴルが急に不器用だよ、もうこれやるな、孤独ライオン。こんばんは、はじめのゆき、友達でいましょう、ゼロサンタイオン。マホロバースタリスク、あ、歌ったんですよ、マホロバースタリスク。キモいついて、おー待って、ささめきリグレット2番目。あ、待って、まだ、待って、間違えた、間違えた、間違えた、間違えちゃう、間違えた。で、手元が、手元を押しちゃった。アイスイー、お、2個、アイスイー。手遅れコーション、始まりの駅。ささめきリグレット私ね、2番目歌えないんだよね。無意識の色、無気用太陽。あ、アイシーが2個、無気用太陽が2個、ささめきが2個って感じですね。こんばんは、ないぐらいなんですけど、この間のクリスマスコンサートのささめきリグレット、私ね、あれ作詞したんだよね、あの日。ちょっとなんか墓までも墓まで持っていこうと思ってた話なんですけど、この間のクリスマスコンサートのささめきリグレット私作詞して、あの歌詞がぶっ飛んで作詞して歌ったんですよ。でもまあ私はあのアイドルであり、やっぱり歌手であり、ダンサーでもあるので、私普段から即興ソングとかやっててよかったなってちょっと思いました。じゃあ、ささめきリグレット1番だけ歌いますね。
ありがとうございました。歌ったことがない。2番目聞いたこともない。すいません。じゃあ不器用太陽が2個あったので不器用太陽も歌いたいと思います。歌いたいと思います。思います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 まますますますまますますますちょっとこれは私の演技付きで見てください。私なりの解釈、私が解釈した不器用太陽の世界観です。出会った時からここで
手ありがとう。いい歌ですよね。不器用太陽大好き。でも途中で思い出し笑いしてしまったのがなんかあの2番のの橋、二人腰掛けながらかき氷食べて歯が染みるとか、こめかみが痛いとかっていう部分があるじゃないですか。歯が染みるとか、こめかみが痛いとか、なんかここの部分をなんかリネタンが見てなんかおじいちゃんなんかおじいやないかいみたいな言ってなんか解釈してたのでいやおじいちゃんじゃなくても歯が染みたりあの声が磨いたことあるよねってなんかちょっとそれ言ってたのをなんか思い出しました。なんかボソッと言ってたんですよ、なんかおじいやないかいっていやでも歯が染みる、まあでもリネタン的に多分歯が染みて歯が染みるイコールおじいちゃんなのかなって思って。